日本の圧勝じゃないか、日米中の企業ロゴを比較した画像が面白いと話題に。企業のシンボルであり、アイデンティティを示すロゴ。ロゴには、タイポグラフィ、文字によるデザインのロゴタイプ、会社や会社名などを象徴した図形であるシンボルマーク、ロゴタイプとシンボルマークを組み合わせたロゴマークの3つがあり、ロゴタイプはソニー、シンボルマークはアップル、ロゴマークはアディダス、マークの下に、文字などが代表例になります。今回の翻訳元では、日米中の企業に多く見られるロゴのタイプがまとめられており、日本企業は文字だけのロゴタイプ、米企業は図形のシンボルマーク、中国企業は動物のキャラクターが多いことが指摘されています。あくまでも一般化したもので、当然全てが当てはまるはずもないのですが、少なからず文化や国民性が反映されているようだとして、反響を呼んでいます。寄せられたコメントをまとめましたので、ご覧ください。Thank you.